どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。えー、本日はですね、ちょっと今日もですね、ポイントサイトの案件です。というのも、えー、今ね、SBIFX っていう FX の会社の案件なんですけども、 今まで SX の案件っていうのは基本的に講座解説と取引みたいなものが多いんですよね。まあもちろん講座解説だけってまあ1000円とか500円ぐらいのポイントをもらえるっていうのは結構見たことあるんですけども、えー、高額な案件、まあ結構ポイントがもらえるような案件では、まあ基本的に取引が伴うっていうものなんですけども、なんとですね、今出ている FX、SBIFX の案件はなんと取引いらないんです。 <laughs> すごくないですか <laughs> 取引なしで7000円分のポイントもらえるんですよ。7000円分。もちろんこの7000円分のポイントは、えー、ANA マイルとかね、もちろん交換できますんで、まあ、ちょっとね、あの、また昨日と同様、まあ、緊急で <laughs> ビデオ撮影させていただいて、とうとうね、あの、車にな、車の中になるっていう <laughs>、形となっております。まあ、今回も、 え、これ、7000円分のポイントが講座解説だけでも,もらえるって、まあ、なかなかないですよね。で、もう結構ね、埋まり始めてきてるみたいで、え、もともと EC ナビとかにもこの案件あったんですけど、今、ポイントインカムっていう、えー、ポイントサイトと、チョビリッチっていうポイントサイトだけ、未だにこの案件残っていますんで、えー、それ以外のね、えー、それ以外とか EC ナビの案件はもう、 募集人数達成しちゃったみたいで、ちょっともう、ないんですよね。ですんで、ポイントインカムか、ちょびりちでね、あの案件、あるうちに、やりましょう。もしやりたいという方はね、うん。早めにやっとかないと、多分おそらく、今日1日持つのかなっていうところが、個人的見解ではあるんですけども、ちょっと思いますんで、えー 検討されている。もしこれ聞いてね、やってみたいなっていう方はね、早めの行動をお願いしますね。とりあえず申し込みと、えー、FX、FBI S、えー、SBI FX も、えー、登録するとね、一週間後ぐらいに、あのー、書き留めが届きますんで、まあそれに従ってみたいな感じで講座解説完了するんですけども、とりあえず申し込みだけね、えー、で、講座解説だけしていただければ、このポイントはもらえますんで、 とりあえず、やりたいって方はね、早めにお願いしますね。で、今回の、えー、一応ね、注意事項だけ、えー、簡単に見て、えー、今回はちょっと簡単ではあるんですけども、ちょっとここ、2、3日でね、4本ぐらい動画出してるんで、えー、ちょっとね、今回は簡単に終わらせていただこうかなと思っております。えー、今回の、えー、ポイントサイトの案件の注意事項は、えー、SBIFX 自体に、えー、こ口座解説すると、キャンペーン、 乗れるんですよね基本的には。でそれがポイントサイトを経由すると乗れませんっていうものです。でね、えー、同一ユーザー2回目の登録が NG ということですんでまあ一昔ね SBFX で口座持っていて、えー、それを閉じてねで今持ってないよっていう人で、えー、再度申し込んでもポイント対象にはなりませんので、まあ、その点だけご注意ください。えー、<laughs> 注意事項これだけなんですよ。ですんで、えー、皆さんねもし気になる方は是非、えー、早めに やってみていただけたらなと思います。まあ、今回ね。まあ、昨日、えー、今朝、まあ、今朝なのかな。一応動画、株 .com 証券のね、えー、動画を出させていただきましたけど、まあ、それと同様でね、まあ、あの、証券会社みたいなもんなんで、この SBA。まあ、今回 FX ですけども。まあ、最後のご、えー、判断をね、あのー、見ている方は、ま、最後のご自身で判断してもらって、まあ、やるかやらないかはね、まあいい、個人的見解で全然いいと思いますんで、もしね、やりたいっていう方は、 早めに、えー、やっていただけたらな、と思います。で、あの、この動画の、ね、概要欄に URL 貼っておりますんで、もしよかったらそちらからやってみていただけたらな、と思います。えー、今回のね、動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。えー、それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。 で、私のチャンネルではですね、えー、こういうポイントサイトの案件もね、最近ちょこちょこ出させていただいております。まあ元々、もともとは ANA マイル、ANA マイルのため方。で、実際にね、ポイントサイトで貯めるやり方みたいなのね、紹介させていただいておりまして、えー、まあ、それ以外にはね、飛行機の搭乗レビュー、マリオットボムのホテルレビューですね。あと、えー、お得情報、クレジットカード、私の大好きな街んね、ニューヨークの紹介なんかもさせていただいております。もしよろしければ、ぜひチャンネル登録。 お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。